お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのスケバレバルーンデッキを紹介していきたいなと思います。まあ、よく見るバルーンデッキの、まあ、ディガーの枠ですね。はい、ディガーの枠がスケバレになった、まあ、ダブル風船デッキという感じになってます。というわけでとりあえずやっていくんですけども、まあこれはね、まあ、若干のネタデッキというか、なんかねこうガチめっちゃ強いからおすすめっていうわけではないので、はい、まあなんか緩く見ていただければいいかなと思うんですけども、海外のね、まあモルテンっていう、まあこう、まあ麦、まあ、強さで言うと麦ですね、簡単に表すと、もう世界でもう超うまい人が、一応使ってたので、まあそこそこ強いんじゃねという感じでやっていきます。で、あのスケバレ飛ばしてそれに雪玉とか、まあ、あと施設とかですねを使ってくれたら、やっぱ爆破ダメージ、スケバレの落下ダメージも入れたくないよっていうので、やっぱねこう施設とかを使ってくれることがあるんですよ。そしたらバルーンがやっぱ通りやすいっていうのもありますし、もう一つね、一つこうこすいって言ったらあれですけど、あの小技的なのがねあって、バルーンとスケバレをトゥドゥンってこうなんか連続で出すというか重ねて出すんですよ。バルーンを前、スケバレを後ろなので、まあ、スケバレからですね、スケバレからバルーンをトゥトゥンって連続で出すと、なんと、スケバレの方がね、こう、早いんですよ、行くのが。なんでちょっとやりますと、トゥトゥンってやるんですよ。そしたら、こう、バルーンを押してくれるんですよ。そして、そうそうそう、これがめっちゃ早いんですよ。めちゃめちゃ早く、バルーンがね、タワーに届くっていうので、いやこれをしたいだけなんですけど、うわ、マジか、やなめ矢の雨痛い、あー、キャケ耐えた、いや、でかすぎ、この一時交換で俺の方が折れてるのはでかいですね。さあ、まあ、対戦相手はメガナイトバルーンだと思うんですけど、まあね、こんな感じで、なんか、早い、とりあえず、バルーンがね、早くタワーに届くっていうのが、まあ、面白い戦術になってるんで、ちょっと皆さんもぜひやってみてもらいたいんですけども、まあ、今ちょうどね、ハンター割いたタイミングっていうのもあって、通りましたね。いやー、これ、まあ、こっからきついですけど、インフでね、戦っていければいいかなと思います。さあ、まあ、そんなわけで、まあ、別にめっちゃ弱いこともなさそうだね。よいしょ。さあ、できるだけインフェルノタワー延命したいですね。僕、バルーンヤナメ撃たれるだけで終わっちゃうんでね。でも、これは、あ、待って、なんで俺、これ、前と後ろ逆になっちゃいましたね。スケバレ、いやでもあっちに相手雪とか打ちたいと思うんだけどな。こっち、いや打ってくるかな。一応インフィを言っちゃいますね。オッケーオッケー。いやここを防げば相手ディガーがあるんすけど、ヤナメとザップとかなので、これ裏だよね絶対。オッケーオッケー。いやいい、拾えてるのは神すぎる。からのからの、いやもう僕耐えます、ガイもします、もうイモります、イモります、イモります、攻めません。うん、インフィ置いて、逆サイは大丈夫でしょ。さあ、ウッドで剥がして、問題は、相手のディガーですね。ディガーを、あ、これはさあ、ういういういよいしょ、オーケー、さあ、グッドゲーム。はいはい。一回ね、スケバレが前になってたんですけど、まあ、スケバレ前だと、例えば相手がインフェルノタワー持ちとか、そういった場合に、スケバレが前でバルーンをつけると、スケバレがね、タゲ取ってくれて、スケバレが落下した時に、相手のタワーとかが全部バルーンを攻撃してるのに、スケルトンたちがね、いっぱい生きてるみたいなこともあるので、まあ、スケバレが前のパターンは、相手がインフェとか、インフェルのドラゴンとか、またコウモリとかを持ってる場合は、ありだなと思うんですけども、基本的にはね、このスケバレが後ろでねバルーンを飛ばすと、もう縦ですね、なんか斜めとかにしちゃうといろいろねやりにくいので、まあ、真っすぐにポポーンって出せばなんとかなります。ちょっとやってみましょうか。調子乗り、よし、ポポーンってやると早いんですよね。早いから相手もちょっと対応がね、お、これ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 、え、待って、押してるから、お、見て見て、これ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 、普通だったらコウモリと浮き合いたら絶対飛んないんですよ。けど今のね押したことによって、コウモリもなんかね、後ろのスケバレ殴ってたしな、なんか知らんけど。ね。まあ、でも、この技の弱点というか、きついのは、施設ね、ボムタワーとかあると、ボムだけでバルーン抑えられつつ、スケバレもね、抑えられちゃうみたいな。ボム域だけで完封とかもされるので、
今みたいに初手からやるのは、まあ、ヤンキーっちゃヤンキーですけど、まあ、あとはこう普通にね交互に攻めるのも強いと思いますね。さあ僕の相手なんかいっぱいいるデッキですね今回。なんかいっぱいいてちょっと嫌ですね。ホグロイジャーでしたね。まあでもこれバルーンつけて多分吹き矢だったので吹き矢に打っとっても終わると思うんですよ。コウモリ使ったしね。よいしょ、 OKOKOK。 さあいやこれは一応超高回転でコウモリが回ってくるぐらいで雪玉を持とうかなと思ったんですけど、 OKOKOK いいですね。吹き矢コウモリロケット押しかな相手の対空は。よしよしよし。しかも逆サイも1100まで折ってるのでいいですね。だからまあスケバレ単体がやっぱ普通に強い。うん、なんかウォールブレーカーも最近流行ってますけど、まあ、ウォールブレーカーとかスケバレとか、まあ、単体飛ばしてなかなかこう無視しにくいカードじゃないですか。そうなんでこの辺にコウモリとか、まあ、あとはウッドとか雪玉とかね使ってくれるっていう可能性があるので。さてロケ砲ちょっと邪魔なんでしばきます。よいしょ、まあ、これインフェあれば守れれそうですよね。でそうですね、このホグちゃんを僕は守んなきゃ。待って、俺の雪がごめんなさい。ちょっと下手。でも対戦相手、多分バルーンバカきついと思うんですよ。だからもう一回やっていい？これ。ごめん、やりたいだけなんですよ、僕、本当に。うわ、なんかやべえの来た。やべえの来た。やべえの来た、やべえの来た。走れ、走れ、走れ。うえい、惜しいな。まあ、落下ダメ届いてるから。で、エリババ、エリババ、ホグ。で、まあ、ロイジャイがギリ来るか。ロイジャイギリ来そうですけど、ちょっとバルーン、いやこれ耐えれるそうだな。さあ2、1、 OK グッドゲーム。いやちょっとおもろいな。なんか思ったよりね通りますねバルーンが。なんかあんなに吹き矢コウモリ出されて普通に終わるのかなと思いきや、なんかちょくちょくちま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 入ってますね。まあスケバレの落下ダメージ通るだけでもいいので、まあ無理してバルーン出す必要もないですね。序盤とかあの中盤も僕はスケバレデッキですよってこうね見せかけてスケバレ飛ばして永遠スケバレディ、あのディがないわ、あのウッド雪玉で回して回して相手がこいつなんかザコイデッキ使ってんなって思うと思うんですよ。で調子乗って、まあ、雪玉パーンって攻めで打ってきたりとか、まあ、あとこうあボムドア使っちゃおうってね施設をね、とかトルネとかを使ってくれたらはい来ました、ごちそうさまですっていう感じで、まあ、バルーン飛ばしてもうねスケバレも飛ばしまくってみたいな感じでいいと思いますね。でまあ施設トルネ持ちが多分一番きついと思うんですけども、まあ施設トルネ持ちには、まあ、ケツバルーンですね。ケツバルーンで2周目バルーンを回すっていうのが大事になってきますね。そう相手の施設トルネのサイクルをまあずらすっていう意味でもう自陣にバルーン置いて2周目も両サイバルーンで攻めちゃうみたいなことも大事になってくるというか、まあ、回転が早いので、まあ、そういう感じでね戦えるんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとディガー欲しくなっちゃいますよね。でもさあ来ました、よろしくスケバレですね。まあ、今回ちょっとスケバレデッキと思わせてね戦っていこうかな。高回転スケバレだけで削るっていうドヤンデッキ。さあインドラー、インドだけだとインドゴーストか、インドゴーストってあんま見ないっすよね正直。これはゴーストがないと殴ったらインドの竹取るスケ出します。よいしょ。さあまあでもインドラもゴーストも冴えたらこれバルーンどうやって止めんだろうって思うんですけど、ゴースト関係ねえか全然ゴースト関係ねえ。これ多分人気デッキだと思うんですよ陸の。あとはマジアチャーかな、エレキの可能性もあるのかな。あーやっぱそうっすね。あー雪かタルババん、タルタルあったっけ覚えてない。雪玉もあったっすね、インドラ雪玉で。まあまあまあちょっと覚えていきましょうか。でこのゴースト痛いっすね僕は。マジで雪使ってもいいかなと思います。陸受けないんでねよいしょ。さあスケバレになっちゃったんだよねディガーの枠が。こういうゴーストとかが地味にだるい感じがします。さあまあスケバレ飛ばして、相手インドラ咲いたらもうバルーン飛ばせばいいんじゃないと思いますね。よいしょ。さあじゃあ、で、これナイト使いたくなかったな。ウッドからのスケでよかったな。多分ナイトはムートにね、使わないとダメな気がしますね、僕。さあこれは射抜かれる。ずらす。
ちょっとな、エリアードがいいんだけどな。ちょっと怖いよね。雪まで打っちゃいます。OK。いや、これ、スケバレバルーンさ、あ、これ雪使ってなかったらさ、もうスケバレ、なんかバルーンみたいな、なんかいい感じにできそうなんだけどな。雪がマジで。雪来た。これいけねえかな。来た、インドサイト。走れ。これ雪打って、オッケー。そう。いろいろ入るんじゃない？いや、バルーンもう一発？なんだろ？うえい、2発入った。でかい。熱すぎ。さあ、あと37は、まあ、スペル圏内的なね、ところあるっすよね。さあ、インフェ置いて、インフェ、いたんだね、みたいな。そんな感じですよね。さあ、ちょっとこれは、相手の雪玉によって工場が来ちゃってますが、落ち着いて、あとは、橋前マジアチャーかな？来るぐらいなのは。これ一応、アーチャーで多分共有できるんで、僕何も出す必要ないですね。で、多分左側に、マジアチャーとか、いろいろ出したいと思うので。さあ、ウッドで、守りつつ、もう落としちゃいましょう。相手のタワー。雪打って、オッケー！さあ、高速バルーン。あれね、なんかツイッターで見たことがあるんですけど、スケバレ、まあ、スケバレバルーンにレイジを添えてる人がいたんですよ。そう、バカ早いの。もう10コス、端前10コスで、あのバルーンをね、強制的にタワーに届けるみたいなのを、もう知ってたので、まあ、1枚ぐらい、まあ、レイジとかにしてもね、いいのかなと思って、ちょっとね、レイジにちょっとやってみようかな。枠がねえけど、まあ、ウッドかな？ウッドちょっとレイジにしちゃって、一回やってみますね。あ、ミスった。マルチはマジ隠したがり。よし、来た。さあ、橋前スケバレバルーンレイジがいたんですよ。そう。バカ強えのというか、バカ速えの。もう速さですよね。速さ一番極めた。まあ、エリババレイジと同じ感じだと思うんですが。よし、まあ、スケバレがいないですね。さあ、ユーノ。なんか、流行ってんな。言うのマジやっちゃう。あ、これ、外は。これ、外はいける？待って。外はいける？いや、待って、行きたい。行きたいな、これ。待って。スケバレを持ってないから、これもう無視しちゃって、行きます。レジ。で、もう雪玉だけ欲しいな。お相手もポイズン。お？からの？もう一発？あー、惜しい。なんか、もう一発入りそうでしたね、今。雪打っとけば入ってたな。オッケー。相手はさ、ペッカー工場かな？ペッカー工場デッキのテンプレだと思います。まあ、打ってほしいけどな。打ってほしいけど、まあ、レイジでちょっと頑張れそう。うん。ちょっとアチャセパからね。相手はケツペッカー。ケツペッカーする、そんな余裕あんのっていうのね、思いますからね。さあ、行きまーす。で、これエレキ回ってないんで、多分、終わったと思うんですけどね。早えなバルーンがマジで。バルーンばっか早いっすね。いやでも相手この受け方うまいんだよ。もうカウンター狙ってて、もう2、ね、両方のタワーおるぞみたいな。この攻め方マジで嫌っすよね。よし。まあ、マジアチャ痛いっすよね。いや、この、わかります？この、もう両サイ攻め。痛え。これ、耐えれるかな？いや、気合で耐えれそうだな。一発か。オッケー。耐えた。これ多分、アーチャーに U の追加来るんですよね。多分。いや、こんのかい。さあ、まあ、守れないですよね。こういうデッキは。そう。守れないですよね。まあ、行くしかないみたいなとこあるよな。行くしかなくて、行って、エレキで踏まれてフルカウンターがすごいぐらい。あ、でもこれ、なんか爆破でいろいろさ、行かれてくんねえのかな。僕は右のタワーをね、気合で守りたいなっていう。さあ、まあ、気合で守りたい。あ、待って、ゴースト？いや、耐えれるんじゃない？さあ。いや、耐えれねえのかな？いや、耐えれそうじゃない？いや、でも耐えたところでもしかして。140耐えたところで世界そんな変わんないみたいになる。あ、まさか最後のこれ、いきます。速さだけは1番。お前はナンバーワンだ！え？頼む！やばい、マジで頼む。バルーン届く。あ、待って、届くけど。もうちょ？うわー、届かない。
いや、マジか。いやー、惜しいな。惜しいですね。もうちょっと守ってもよかったかもな。これ、多分、止まんないんですよ。相手絶対止まんないから、待って待って、もう残り最後ね、延長タイム入るぐらい。もう残り30秒とかになって、橋前スケバレバルーンレイジで一本ね、折り切って逃げるが、さては最強かもしれないですね。序盤攻めずに、守って、最後ね、スケバレバルーンで決めるっていうのも、ちょっとね、最後の試合からありなんじゃないかなと思いました。ぜひね、このスケバレバルーンデッキ、皆さんもちょっと一度はね、使ってみてください。というわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメント等もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。